茨城線は、かつて、茨城県水戸市の赤塚駅と茨城県、東茨城郡桂村の御前山駅を結んでいた、茨城交通の鉄道路線である。終着駅の名から、御前山線の別称もあった。1971年に全線が廃止された。終点は、御前山駅を名乗っているが、これは、御前山の麓という立地と、御前山という地名が、 白里町に存在するからである。中川大岸に東茨城郡御前山村があったため誤解されることがあるが、御前山村は昭和の大合併でできた自治体名であり、御前山の山頂と御前山の地名が桂村に存在するにもかかわらず命名されたものである。駅名の御前山は自治体の御前山より古い。1968年の石塚。 大学前間廃止時と1971年の前線廃止時の二度にわたって、社音優待乗車券を発行したが、1966年の石塚午前3間廃止時は、同日に廃止された茨城交通、水品線とは、対照的に、記念乗車券の発行も記念イベントの開催も、なかった。赤塚駅東石川駅西原町駅退場。 三戸駅、明けぼの町駅、大学前駅、堀駅、田野駅、小部駅、富士駅、中西駅、石塚駅、日立岩線駅、淡山駅、あの沢駅、御前山駅現在、かつての茨城線の前線にわたって、同じルートを走る路線バスはない。ただし、上水と御前山間は、御前山、小部栄町、三戸駅が、ほぼ同じルートを走る。また、赤塚駅、東赤塚、自由が丘、三戸駅の、 うち、イーズナ神社西原二丁目間は、廃線跡を転用した道路上を走っている。このバス路線の東赤塚アパート入口バス停が、かつての東石川駅の場所と完全に一致する。また、道路線の西原二丁目バス停が、国道50号線との踏切脇にあった西原町駅に近接している。廃線後に、線路跡のほとんどが、 自動車道や宅地になったため、はっきりとした痕跡はわかりにくいが、中西駅のホーム跡と午前山駅近くの小川にある、橋台が残っている。間接的な痕跡として、2015年現在、旧石塚駅周辺に、旧駅前通りが、石塚駅前通りの通称名として残っていることと、旧駅前で営業する、石塚駅前タクシーが挙げられる。また、 旧御前山駅周辺には、駅前という地名が現存している。ありがとうございます。